クチャー。3歳上のお姉ちゃんの影響でピアノを始めました。声楽家の方や、楽器の方の伴奏だったり、あとは最近自分で歌える曲を作り始めました。散歩するのが好きで14キロぐらい散歩したことがあります。久しぶりに汗かいた気がする。オッケー、ご苦労様でした。ありがとうございました。アンダーザスクリーム2022開催決定。バッドニーと木島高原パークがお届けする新しい野外音楽イベント。遊園地で思いっきり遊んでライブも楽しめる。出演アーティストはこちら、アンダーザスクリームで検索。